ルドルフ島はロシアフランツヨーゼフ諸島の最北端にある島である。島の名前はオーストリアハンガリー北極遠征の時にオーストリア皇太子ルドルフの名前から付けられた。ロシアの行政区画では島はアルハンゲリスク州に属する。ルドルフ島はほぼすべて氷河で覆われている。場所は 北緯81度46分02秒、統計58度33分36秒、北緯81.767222度、統計58.56度、81.76722258.5621、北極点に最も近い。標高は最も高い箇所で461メートルである。その場所のため、島は多くの極地遠征で、 準備のために利用されていた。2度目の国際局面の間に島で設立された気象観測所は世界最北だった。テプリッツ湾が北行きの船の停留所として利用されていた。1899年から1900年の間に行われたアブルッツ港ルイージ・アメデオの探検ではこの地域で止まった。1903年から1905年の シーグラー局地遠征では大きな小屋が建てられた。ルドルフ島は険しい地形であるため、飛行機で離陸可能な場所は一箇所しかなく、氷河上の300メートルの小さな地帯のみである。それは世界初の氷上飛行場で1936年に作られた。フリゲリ岬はルドルフ島の北端に位置し、ロシア及びヨーロッパの最北端である。 デプリッツワンで孤立した船、ありがとうございます。